ボウルにおからパウダー、ラカントもしくは砂糖を入れて、卵も割り入れて混ぜていきます。無糖ヨーグルトとベーキングパウダーを加えて混ぜていきます。耐熱容器に生地を流し入れたら空気抜きをして、あとは電子レンジで加熱するだけです。鍋に牛乳を加えて粉ゼラチンを入れていきます。人肌ぐらいの温度になるまでじっくり加熱していきます。牛乳が温まって粉ゼラチンが溶けたら、砂糖の代わりに蜂蜜シロップを入れていきます。砂糖を使っても大丈夫です。このままかき混ぜて蜂蜜シロップをなじませていきます。耐熱容器に移して泡立てていきます。少し泡立ったぐらいで冷蔵庫で30分冷やします。好きなクリームの硬さになるまで泡立てていきます。